皆さんこんばんは、アリサです。今日はですね、久しぶりに私が買ってみたけどあんまり気に入らなかったもの第2弾をやっていこうと思います。最近は割と買い物でいいなって思うものが多かったんですけど、なんか買ってみてあんまり気に入らないものがたまったので、この動画を撮っていこうと思います。だいたい今購入品で買って紹介して動画にしてないものって結構たくさんあるんですけど、まあその中のものになりますね、すべて。それがこちら。匂い違いで買ったんですよ。ナチュリピュア酵素洗顔泡パックアサイスムージーとグリーンスムージーっていうものなんですけど、これね、私、海外に行く時とかこういうサイズすっごい好きなんですよ。で、いろいろ集めてて、ハリウッド化粧品の酵素洗顔パウダーだったり、あとはその違うラインのオーセのものだったりもすごく今回旅行行った時も使ってたんですけど、こちら、全然使えるんですよ。めちゃめちゃ使えます。すっきりもするんだけど、ただ結構落ちすぎちゃってかなり顔が突っ張る感じが洗った後にします。似たようなオーセのものだともうちょっと潤い成分が入っていて朝も夜も使えるっていうタイプのものなので、ちょっとこれだと落ちすぎてる感がして、この突っ張りはちょっとなって思ったのがあんまり気に入らなかった理由になります。で、1600円入ってて、でも28本入ってるからまあいいし、まあ旅行とか行った時はいいんだけど、結構突っ張るので乾燥肌とか、あとこれからの季節とかにはあんまり向いてないかなとかです。でも全然使えます。ちなみにこっちがさっぱりタイプでこっちがしっとりタイプなんだけど、両方私は突っ張る感じがすごかったですね。でも別になんか悪い商品って感じではないんですけど、オイリー肌だよっていう人にはちょうどいいかもしれないです。次はですね、こちらです。こちらも前の購入品で紹介したんですけど、実際にお風呂で使ってて、これはニュクスのプロディジーシャワーオイルっていうもので、これで 200ml で2000円するんですよ、これ。で、そもそもこれはオイルを私は持っていて、匂いはね、割と好き。でもね、オイルの匂いとこの、これになった時の匂いが若干違う気がします。で、これシャワーオイルって書いてあって、なんか洗った時にやっぱり泡立たないとなんか洗った感じがしないんですよ、私は体とか特に。で、あまりに泡立たなすぎてちょっと違ったな、2000円を出すほどではなかったなって思いましたね。しかも大好きな方のオイルとはちょっと匂いが違くて、こっちはなんかねちょっとなんかきついというか、ちょっとほんと違うので、リュクスのオイルを好きで使ってる人からしたらあれって思うんじゃないかなっていう感じです。もうちょっと泡立ってほしいのと、匂いが思ってたのと違いました。思ってたリュクスの本来のオイルの匂いと違ったので、あんまり気に入らなかったかな。リピートはしないですね。では3つ目はこちら。これは動画でこの前あげましたけど、角質ポロポロ綿棒です。まあ動画を見てくれた人はわかるかもしれないんですけど、まあすっきりというか、まあ若干優しくすっきりした感じはするんですけど、角質が取れたかとか黒ずみが取れたかって言われると、ほとんど私はそういう効果は感じなかったです。しかもできれば私これは個包装がいいなーって感じです。だってこれ週1のスペシャルケアって書いてあるのに、5本がこのジップロックで入ってて、で、出す時に絶対手でこうやって結構短いから突っ込むじゃないですか。だから私は一個一個個包装になっててくれた方が週一で使ってって言うんだったらいいんじゃないかなっていうのも、ちょっとあんまりお気に入りじゃないポイントでした。まあそんな感じですね。次はですね、これ購入品で紹介しなかったんですけど、こちらです。いろいろ Amazon とか見てると、あ、びっくりした。ここからつないで、で、USB のコードでつないで充電できるっていう、意外とそんなに安くなかったんですよ、これ確か。アクアクエアナクリーンプラチナってやつで、これ確か1万円以上した気がするんですよね、確か。パソコンのとこつないで充電できるしと思って USB のものをいろいろ集めてたんですけど、これを実際この前海外に持って行って初めて使ったんですけど、なんかめちゃくちゃ痛くて、私こういうの A ちゃんにももらったことあるし、自分でも昔こうエステのところでそういうのを買ったことがあって、実際にお風呂から出た後にこう、これ超音波で飛ばすやつなんですけど、やると結構角栓が取れる、ニュルッと取れる
から好きなんですよ、このアイテム。でもなんかこれをやったらなんかやばいでしょ。まず音が、だって私不良品なのかなってちょっと最初思って、超音波ってなんか若干震えてるかなっていう感じで、なんか当てても本当に痛みとか感じないんですよ普通。でもこれここで当てるとさすがにわかんないけど、ここでこうやって当ててるとなんかすごい痛くてびっくりした。だからなんかそれ以降使えてなくて、これは本当にちょっと本当に一番買ってみて気に入らなかった買い物ですね。ちょっとショックだった。値段もそこそこしたので。でも痛いのでね、これはもう使わないです。では次、最後になります。で最後はですね、こちら購入品で紹介したものになります。でその時のね動画のコメント欄にあったんですよ。でも私は信じたかったんだけど、全然落ちないですよっていうコメント入ってたんですよね。で使ってみた、ジェルクレンジング敏感肌でも使えるよって。いや肌への優しさを追求してるから、多分落ちやすさを追求はしてなかったんだろうね。これは本当に落ちないです。多分肌には優しいんだけど、リキッドのファンデーションとか全然落ちない。だからこことか洗った後に全然まだ目視で確認できるぐらいファンデーションが残ってて全然落ちない。だからマスカラとかも全然落ちない。ティントとか結構カラーステー系のリップって最近多いし、使う人も多いと思うんですけど、それも全然落ちない。何ができるのか何ができるのかって考えた時に、なんか夜とかやっぱクリームたっぷり塗ったりとか皮脂が出たりとかするじゃないですか。で朝洗顔するじゃないですか。なんかそういう時に使うのかなっていう感じ。でもなんかそれなら洗顔で良くないってなっちゃったから、結局これの使い道っていうものが分からなかった。まあちょっとこんぐらいは使ってちゃんと試してみたんですけど、やっぱり落ちないので、落ちないんだったら肌に優しくても意味がないかなっていう感じがします。一番スキンケアで大事なのって落とすっていうところなので、落ちないものは本当に意味がないので、これはあんまり気に入らなかったですね。はい、というわけで今回は 1,2,3,4,5 5アイテム、私が実際に買ってみてあまり気に入らなかったものを紹介していきました。毎月ね、いろいろ試してみたくて面白いものはないかなとか考えて買い物するんですけど、これは前も言ったけど、リピートして買うものって100個買って1個あったらいい方って思ってて、やっぱその他ってまあまあまあとか普通とか、絶対買わないも逆に少ないけど、あんまり気に入らないっていうのはやっぱ多いと思うんですよね。でも肌の質も違うし、してるメイクとか使ってるコスメとかも全然違うから、私は全然使えますっていう人もいると思うんですけど、まあ私の使ってみた感想はこんな感じでした。はい、というわけで久々に買ってみたけどあまり気に入らなかったものを紹介していきました。そういう商品があったらコメント欄に書いていってください。私肌質こうなんですけど、これ使ってみたら全然良くなかった、全然これ合わなくてこっち買ってみたらめちゃくちゃ良かったですとかね。私もコメント欄って基本的に全部見てて、まあコメント返せてはないんですけど全部見てるので、はい、おすすめの商品、むしろおすすめじゃない商品がありましたらじゃんじゃん書いていってください。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。